どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はですね、エクシーズ召喚についてちょっと語っていきたいなと思います。エクシーズ召喚っていうのはですね、まあおそらくですね、今年ね、遊戯王デュエルリンクスに新しいワールドであるゼアルワールドがね来ると思うんですよ、多分ですけど。でそこの、遊戯王ゼアルっていうのは何かっていうと、あのアニメ作品で、あの 5Ds の次にあの公開されたあのアニメ作品なんですね。で、そこではエクシーズ召喚っていうあの召喚方法、新しい召喚方法を駆使して戦うことになるわけですよ。でエクシーズ召喚っていうのが何なのかっていう、まあその話とエクシーズモンスターっていうのがどんなやつがいるのかっていう、まあ、これについて今日はちょっと話していきたいなと、思います。僕もね、あのねゼアル自体がね、あの途中まで見てちょっと挫折してて、あのゼアルワールドあの公開されるまでにはちょっと全部見とかないとなと思って、ちょっと急ぎで見ようかなと思ってるんですけども、まあ、とはいってもね、あのエクシーズモンスター自体は OCG でたくさん使ってるんでね、よかったら、最後までご視聴いただければなと思います。早速エクシーズ召喚についてご説明していきましょう。エクシーズ召喚っていうのは何なのかっていうとね、シンクロ召喚が、足し算って言われてるんですけども、エクシーズ召喚は簡単に言うとね、掛け算みたいな、ことを言われていて、あのね、同じモンスター、同じレベルのモンスター2体以上を場に並べることによって、そのモンスター2体を使って、モンスターを生み出すっていう召喚方法。ちょっと実際のカードでね、あのご案内したいんですけども、エクシーズモンスターってね、あのね、こういうね、黒い枠が、まあ、ちょっと今適当にあの手元にあるやつバーって出してきたんだけども、あの黒いんですよ。枠が黒いの。かっこいいでしょ。かっこいいんですよ。枠が黒いと。で、まあ、出し方から最初やりましょうか。まずね、モンスターを、2体、場に並べて、同じレベルのモンスター2体を、2体以上を場に並べて、でそのモンスターを素材にしてエクシーズ召喚っていうのをするんです。例えば、まあ今回ちょっとライトロード、今手元にあったんで、ライトロードでやるんですけども、ライトロードアサシンライデンを召喚します。で、ライデン効果発動して、デッキトップ2枚墓地送ります。で、送られたのが例えば、まあじゃあライトロード、ビーストウォルフと、まあルミナスかなんかあったと。そしたら、墓地送られました。で、ウォルフの効果で墓地が特殊化されますよ、ね、そうすると場には、ウォルフと、アサシンレベル4のモンスターが2体いますよね。レベル4が2体来るぞユーマということで、このレベル4のモンスター例えば2体を場に並べると、エクシーズモンスターっていうのを出すことができる召喚条件が整います。例えば、この希望王ホープというモンスター、この希望王ホープというモンスターはですね、この召喚条件のところにシンクロモンスターあったらシンクロチューナープラスなんか、何々とかチューナープラスチューナー以外のモンスター1体とか書かれてるじゃないですか。でレベルを合わせると、エクシーズモンスターは、召喚条件がね大体なんですけども、レベル4モンスター ×2 とか、レベル5モンスター ×3 とか、まあ、そういう書かれ方をしていて、まあ、他にもちょっと特殊な召喚方法はあるんだけども、基本的にはこうだから、レベル4モンスター ×2 体を場に並べてでそのモンスター2体を素材にして、エクシーズ召喚しますと。で素材ってどういう風になるかっていうと、これね、あの重ねるんですよね。オーバーレイネットワークを構築っていう言い方を、まあ、するんだけども、エクシーズ召喚っていうのは、まあ、簡単に言うと重ねてその上に出せってことです。2体の上に重ねて出せってことです。簡単ですよね。簡単、シンクロ召喚よりも簡単だと思う、多分。だからレベルが同じモンスターを出しゃいいから、ただ単に並べてで重ねてで出せばいいから、だから結構簡単なんですよ、割と。で注意点としては、そのエクシーズモンスターっていうのはね、あのねレベルを持たないんですよ。見ていただければ分かる通り、普通のモンスターって右側にこれレベルがあるじゃないですか。レベル3とかルミナスだったら、これねホープってほら左側から書いてるでしょ。これねレベルじゃなくてね、ランクっていうんですよ。ランク、まあ、4のモンスターを使って出してる場合はだいたいランク4で、レベル5のモンスター2体とかを使って出すんだったら、例えば、まあ、サイバードラゴンどことかいたかな、例えばこれとかこいつとかは、まあ、ランク5なんですね。5個欲しがるから星があるからランク5っていうんだけども、これをランクと言います。だからレベルを持たない、レベル関係のまあ、効果は、まあ、受けませんね、基本的に。レベル5以上のモンスターの効果が発動した場合とか、そういうのはもう関係ない。ランクだから。レベルがないから。ランクモンスターは。で、あと注意しないといけないのは、このエクシーズ素材の扱い方。この、例えば、2体エクシーズ重ねて出しましたホープを。で、この2枚のカードは、エクシーズ素材って言われるんですけども、これね、ちょっと特殊な裁定があって、
フィールドに物理的にはあるんだけども、そのカードとしてはあるんだけども、これねフィールド上にあるわけではないっていう、ね、だからね謎の空間にあるっていう最低なんですよ。これちょっとむ、めんどくさくて、例えばねフリッターとかフリッターとかを素材にしてる場合、エクシーズモンスターっていうのは基本的に素材を取り除くことによって効果を発動する、モンスターが多いんですね。まあ一個この素材を墓地に置くっていうんですよ、まあ、素材を取り除いて墓地を送って、効果を発動するモンスターが多いんだけども、この、素材がフィールドにあるっていう扱いじゃなくて、なんか謎の空間にあるっていう、状態なんで、だからあのクリッターとか あのフィールドから墓地を送った場合とか効果が発動しないんですよ。フィールドじゃないんで、あの素材があるところはっていう、なんか謎の立て付け、コンマイゴって言われてるやつですね。他の、フィールドから墓地じゃなくて、例えば、エクリプスバイバーンとか、あっち系の、フィールドじゃなくて、どっからでも墓地を置かれたら効果発動するよっていうモンスターだったら、効果発動するんですけど、エクシーズ素材として墓地に送られる場合は、フィールドから墓地に送られているわけじゃなくて、謎の空間から墓地に送られているので、効果が発動しないっていうことがたまにあるんで、これ注意していただきたいと思います。で、さっきも言いましたけど、エクシーズモンスターっていうのは、基本的にその、素材を、取り除いて効果を発動するモンスターが、まあ、多いんで、まあ、例外もありますけど、大体はその素材の数が、まあ、効果を発動する、まあ、回数というか制限というかだと思っていただければ、まあ、最初は遜色ないのかなと思います。エクシーズモンスターの例を挙げるとですね、例えばね、さっきあった希望王ホープ、希望王ホープは、まあ、ゼアルの主人公が、使うエースモンスター、まあ、遊戯でいうところの、ブラマジみたいな立ち位置のやつですね。エクシーズ素材を取り除くことによって攻撃を無効にできる、まあ、助けるドンみたいなイメージですかね、あんな感じでエクシーズない状態で殴られるとちなみに死ぬんで、まあ、2回攻撃を止めて、まあ、死んでいくみたいな、まあ、そんなようなイメージですかね、イメージ的にはね。で、他にもですね、まあ、例えば、ダークリベリオンエクシーズドラゴンとかね、ダークリベリオンエクシーズドラゴンはアーク5のね、ユートさんが使うものすごくかっこいいモンスターでございましてね、効果めっちゃシンプル、レベル4モンスター ×2 で作れるランク4のモンスターで、で、あの素材を2つ、使って要はあの2つ素材を取り除いて、フォースします。相手のモンスターの打点を半分にして、その半分分自分のモンスターの打点を上げるという、結構単純でしょ簡単でしょ、まあ、こういうモンスターですね、結構は割と簡単なあの効果を持っているんで。あとよく使われるのは超重視カステルとかね、レベル4のモンスターを並べれば、作れて、レベル 4×2 っていう召喚条件で作れるランク4のモンスターで、素材を、1個取り除くと表側表示のモンスターをカナディアする裏趣味にするよっていう、効果、2つ使うと、フィールドの表側表示のカードなんでもモンスターでも魔法トラップでもいいんだけど、それをデッキにバウンスするよっていうカード、まあリングスタート結構ね、あのネクロバレーとかね、そういう結構強めの効果がある魔法トラップも多いんでね、まあ、そういう効果をこうカードを、デッキに戻したりもできるし、まあこういうのはまあ結構強いんでね、あとあと実装なってくるかなっていう、最初の方は結構なんかちょっと弱めのね、モンスターが多いかなと思うんですけども、割とね面白い効果たくさん持ってるんですよ。で多分ね戦略の幅が広がります、エクシーズが来ると。なんでかっていうと、そのモンスター2体並ぶだけだったところが、そこにプラス効果強いやつを、まあ、特殊召喚できることによって盤面を突破できるっていうことが増えると思うんですね。なので結構いろんなデッキでいろんな戦略が出てくるんじゃないかなと思うんで、まあこれあの相性がいいカードっていうか、リンクスで今実装されていて、結構そのエクシーズできやすいまあカード、相性がいいカードっていうのは最後にちょっとバーッとご説明しようかなと思うんですけども、まあ、大体そんな感じです。ちなみになんですけども、エクシーズモンスターっていうのはそのレベル4モンスター2体並べないと出せないかと言われると、そういうわけでもなくて、ちょっと特殊なね召喚方法もいくつかあって、例えばなんか特定のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できるよっていうモンスターもたまにいるんですよ。例えばホープの上に重ねておけるホープレイっていうモンスター、これは本来であればレベル4の光特性モンスターを3体場に並べないと、まあ、特殊召喚できないよっていう、まあ、ルール効果、召喚のルール効果なんですけども、他にもね召喚方法があって、希望をホープの上に重ねてエクシーズ召喚することもできるって書いてあるんですよ。
だから、レベル4モンスターを2体並べて、で、素材にしてエクシーズ召喚ホープ出したら、もうその上にすぐ重ねてホープレイできるんですよね。エクシーズモンスターとか、他のモンスターでも上に重ねてすぐにエクシーズ召喚ができるよっていうエクシーズモンスターもいますよっていうことです。基本的には2体並べないといけないけども、まあそういう例外もあるよっていうことです。例えば、ホープ出して、で、ホープレイ出して、で、さらにホープレイの上に、また希望ホープモンスターの上に重ねられるホープザライトニングっていうね、これ多分有名なんで、まあ、聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけども、なんか打点5000になるやつ、すぐに。まあ、こういう、まあ、出し方もあるんで、だから、ホープザライトニングを出したければ、レベル4モンスター2体ただ並べて、で、2体でエクシーズして、ホープ出したら、もうホープレイ、ライトニングとかできるんですよ。だからちょっと特殊なこういうエクシーズ召喚方法もあるよっていうことを覚えておいていただきたいと思います。まとめるとですね、エクシーズ召喚っていうのは何かっていうと、まあ同じレベルのモンスター2体を並べて、出す黒い枠のモンスターであると。で、エクシーズ素材を使って効果を発動しますよと。エクシーズ素材っていうのは謎の空間にあるっていう最低になっていますよと。レベルじゃなくてランクというものを持ちますよと。そして特定のモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できるようなモンスターもいますよっていうことですね。あのね、難しくなんか説明に聞こえちゃったらちょっと申し訳ないんですけども、簡単、かなり簡単、シンクロなんかよりも多分ね簡単だと思う。なんでかというと同じレベルを並べるっていうだけだから、作業がそのレベル合わせるとか関係なくて同じレベルをとにかく並べるっていうことだけなんで、まあ結構ね簡単だと思います多分ね。ちょっとお次にね、あのリンクスに実装されているあの相性、エクシーズ召喚と相性がいいモンスターについてちょっとご説明していきたいなと思います。というわけで、エクシーズ召喚にね、相性のいい下級モンスターたち、まあ、下敷きですね、をちょっと、ご紹介しておこうかなと思うんですけども、リンクスに実装済みで、相性良さそうなやつをちょっとピックアップしてきました。まあ、大体ね、ランク4モンスターが結構強いので、まあ、ランク4中心に、ピックアップしてきたんですけども、例えばシュトロームベルクの金の城ですね。これでまあもちろん会場グラフでもこれサーチできるし、これあのハンスと鉄の騎士っていうのがいて、ちょっと待ってくださいね。この鉄のハンスと、鉄の騎士、このモンスター2体ともこのカードで呼べるんで、一気にランク4エクシーズまでつなげられるんで、これ結構相性いいかなと。あとはブラックフェザー、まあ、ゼピロスと、まあ、ブラストとクリスあたりは結構簡単に特殊召喚できるんで、ランク4持っていきやすいですかね。ゲイルとかもあの特殊召喚結構制限なくできるんで、ゲイルとか出すとランク3もいけるかなと。あとは宮塚さ出して、影物を特殊召喚して、まあ、4-4でランク4作ったりとか、それからまあ六部衆とかもねありますね。キザンとかこの辺のモンスターは新六部衆の横にパッて出せるんで、まあ、結構いいあのランク4になるかな。あとはまあカバザウルスとかね、こういう特殊召喚できるあのモンスターは割とあの重宝するかもしれませんね、ランク4を使うのだったらね。あと仮面レオンとか、これ合気デッキとかだとね、あのシンクロもまあできるし、あのランク4エクシーズとかもできるかなっていうのがあるんで、あのスープレックスをねあの蘇生するとあの4-4並ぶんで、だからそういうのは結構相性良かったりするかもしれない。あとはね、ライトロードのギミック使って、まあウォルフ出して、アサシ持ってきてランク4とか、あと墓地に地属性落ちてればジャイアントレックスとかね、こういうモンスター、例えばギガンテスいるんですけど、ギガンテスの効果でジャイアントレックス除外してギガンテス出すと、ジャイアントレックス戻ってくるんで除外ゾーンから、だからジャイアントレックスとギガンテスでランク4みたいなこともできるかもしれない。まあ、あとはあの予想外とか、リビングフォッシルとかこの辺のカードを使って、まあ、特殊召喚してモンスターをね、でこのモンスターたちを、まあ、素材にしていくという、まあ、こういったまあ使い道があるんかなというふうには、思いました。まあ他にもね結構いろんな相性がいいカードがたくさんあるんでね、皆さんもよかったら探してみていただければなと思います。エクシーズが非常に待ち遠しいです。ぜひね、まあ、今年多分来ると思うんで、ゼアルワールド楽しみに待っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。